はい、どうもこんにちは、しんちです。今日はですね、メソッドについて解説をしていきます。初回ですね、プロパティの動画の方で、メソッドと、構造体のですね、型の利用についてセットでお伝えをしようというふうな、計画でいたんですが、ちょっとですね、量が動画のですね、内容的にですね、非常に長くなって、皆さんですね、学習の一度にですね、する学習の量に負担になってしまうかなと思ったので、分割しようと思い、今回ですね、メソッド単体について、解説を行っていきたいと思います。はい、そうですね。ただしですね、その代わり、ちょっとよりそのメソッドに関しては、現実的な利用っていうかですね、よりですね、あ、便利そうだなというところを、理解いただけるように、例をですね、少し込み入ったものに、して、いきたいと思っています。はい、まずですね、今日なので、メソッドの、メソッドとは、もうここに書いてある通りなんですが、メソッドとは、それから、メソッドの作り方ですね、書式、それからメソッドの、使い方ですね、メソッドの実行の方法ですね、それから、具体的な例を示して、X コードの、実践の方に移っていきたいと思います。はい。で、まずですね、メソッドですね、構造体中にグルーピングされた関数です。はい、構造体ですね、大まかに、プロパティイニシャライズのメソッドの3つのですね、要素から成り立っていました。で、プロパティは、この構造体中にですね、グルーピングされた変数と定数、それからメソッドは関数のことでした。イニシャライザーというのは、このプロパティを、初期化するための特別な関数、特殊なメソッドとも取れますが、特別な関数でした。でですね、インスタンス化するときにこのイニシャライザーが動いてプロパティをすべて初期化して使える状態にしておくというような流れでしたね。で、メソッドというのはですね、この構造体中でですね、このプロパティなどのものをですね、利用していろいろデータを、改変して何か計算したりして、たり、そういったことに利用できるものになっています。関数なんで、ひとまとまりですね、ある一定の処理をまとめたものというものを、このプロパティとかと関連して書けることが特徴です。はい。でですね、なので、ここから、メソッドについて、書式と基本的な使い方について解説をしていきます。はい。書式自体はですね、シンプルというか、もう関数そのものですね、構造体の中に、プロパティもそうでしたけれども、変数と定数そのまま書くだけでしたが、関数、メソッドも、このようにですね、ファンク、メソッド名、括弧、引数、それから引数の型、必要な部分を書いて、アローを書いて、戻り値の型を書いて、必要な処理を書いて、リターン、値というふうに返すだけです。はい。もう、関数そのものだと思ってもらえればいいと思います。はい。で、この関数ですね、実際に実行方法は、これをインスタンス化した後に、インスタンス.メソッド名という形で行っていきます。はい、実行方法この通りです。インスタンスですね、何かこの構造体を作って、構造体インスタンス化して何か変数というのを渡しておきます。で、その変数名、ないし定数名もありますが、定数名、ドット、その変数と定数が今インスタンスですからね。なので、インスタンス、ドット、メソッド名です。ただの関数の時は、メソッド名、括弧、このような形でしたが、このですね、構造体中のメソッドを実行するときには、必ずここにインスタンスが来ます。基本的にですね、これを覚えておいてください。はい。それからですね、この中で、例えばメソッド、いくつでもここを作ることができるんですが、この中で別のメソッドを呼びたいときは、ですね、この中でセルフキーワードですね、使ってメソッドを呼ぶことができます。はい。もう一度ですね、言いますが、例えばこのメソッドを定義している段階で、この他にですね、書いてあるメソッドですね、この自身の構造体の中の他のメソッドを使いたい場合というのが出てきます。その場合には、これですね、セルフドット、これ以外の他のメソッド名ということで、行うことができます。実を言うとですね、これ自身のでもいいんですけれども、多くの場合ですね、多分初心者の方がやると失敗します。ぐる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 回っちゃって、永久に終わらないメソッドが出来上がると
いうことが多いので、まずは今の段階ですね、他のメソッド名ということにしておいてください。自信のある方はですね、別に必要とあれば自分自身のメソッドを書いてもらっても構いませんが、こういうのですね、再起処理といってですね、ちゃんと作ってあげないと永久に終わらないメソッドになってしまうので、本当に注意してください。最悪の場合ですね、クラッシュしてとか、アプリが落ちるということもあるので、必ずこれね、他のメソッド名というふうにするようにしておいてください。はい、で、本当に知識があって、もう私は関数の再起処理は完璧ですという方は、ここを特に他ではなくても別にいいです。まあ、基本的には他のメソッドを呼びたくてこういうふうにすることが大半ですが、まあ、これでいいです。ということで、ここからですね、具体的な例に移っていきたいと思います。少し、込み入った例になっているので、今までですね、配列ですとか、法文とか、そういったものを使っていく、まあ、現実的な例を、書いていきたいと思います。今回の具体例ですが、まあ例えば学校の生徒の、情報の管理をしたいなという場合、まあ非常にライトなものなので、実際のそのシステムを作るときに使えるかというと使えはしないんですが、まあ、ちょっとですね、こういったことをやってみようということで、こういったものですね。で、基本的に名前と年齢と、あと、テストの、まあ、国数 A の試験の、点数を管理するというようなイメージのものを作ってみたいと思います。で、それでですね、メソッド、まあ、何かその関数の処理になるので、例えば平均点を出したりですとか、そういったことをやるメソッドを書いていきたいと思います。はい、ここでですね、スチューデントストラクト、まあ、構造体というのを作って、まあ、作って、まあ、この上でしかないですけど、作ってみました。はい、で、ここでですね、お、間違えてる。バグがありますね。まあ、バグとして多分露見しないと思うんですが、はい、名前ですね、氏名と年齢、それからポイント、国数 A の点数を扱う、プロパティを作ってみました。でですね、ここですね、配列を使っていて、ちょっとここからですね、メソッドの処理がちょっと複雑な例になっているので、配列、理解されていない方ですね、あとこのフォームを理解されていない方は、私のですね、前回というか前のですね、動画ですね、フォームもしくは配列の動画をご覧いただいて、理解いただければと思います。ちょっと実用的な例なので、実用的っていうのにちょっと弱いですが、よりですね、実践的に近い例を今回示しましたので、理解するのは少し大変です。なので、ちょっと頑張っていきましょう。はい、ということで、ポイントは配列で管理をするということで、片名ですね、括弧でイントというふうにしています。で、漢字のメソッド、今アベという平均点を出力するメソッドをここに書いています。平均点を弾き出してくれる関数ですね。で、特に今回引数として必要なものがないので、括弧でアローでフロートというふうにしていて、主にですね、このポイントプロパティを使って平均点を弾いていきます。まあ、基本的にはですね、この国語の点数、数学の点数、英語の点数を足して3で割れば平均点出ますよね、ということをここでやっています。はい、で、こういうふうに書いておきますと、ポイントですね、例えば、社会理科とか足した時も、まあ、ちょっとここ3というところ、本当はですね、この配列のプロパティを、この配列も実は構造体なんですけど、配列のプロパティを使ってこうした方がいいんですが、まあ、これですね、こういうプログラムにしておくと、ここだけ、こことここですね、ここの具体的な数字を変えるだけで、このアベというのの仕様変更可能なので、こういうふうにしています。本当に安直に書きたい方はですね、ここポイント0プラスポイント1プラスポイント2足しておいて、フロート、カッコをつけて、フロート型に変換しておいて、割る3というふうにするだけでいいんですが、今ですね、ここシャーリーとか、音楽とか、そういった科目を足したときに、まあ、割とですね、柔軟に対応できるよということで、こういうふうな書き方をわざわざしています。はい、で、今ですね、バーサムイコール、これ合計点を計算するプロパティじゃないです。メソッドの中で定義した変数サムです。で、フォー文があって、i in 0から2までですね、0から2までポイントに、代入していくと。
でこのように書くとですね、サムに、合計点が累積されていきますね。まず最初、サムが0のままポイント0なので、この国語の点数が足されます。次、法文で繰り返して1ですね。なのでポイント1なので、数学の点数が今の国語の点数になっているサムに足されます。で、3回目、2番目の時はここ今国語プラス数学の点数になっていて、こう最後2なので英語の点数が足されて、最後最終的にここ国数 A の点数が足されてここに行きます。そして、この合計点割る3をすれば、平均点が出るので、このようにして返すということをしています。で、このフロート括弧というのは、今この SUM っていうのはイント型なんですね。これイント型、イント型ですね。というのも、ここポイントイント型なので、こういうふうにはポイントイント型の配列なので、ここですね、イント型にしておかないと、ここのちょっと計算が大変なので、ここイント型になるように型推論を使ってここ決めています。まあ単にですね、整数を書くとこれイント型で自動で決まりますね、はい。で、ここですね、なのでこの SUM というイント型なので、フロート型に変換をこういうふうにするとできます。なのでこれでフロートしてバー3というふうにすると3で割るよという処理になりますね。なのでこれで平均点を返すというメソッドを作ることができます。はい、どうでしたでしょうか。ちょっとここ難しいかもしれないですが、まあ慣れないうちはですね、とりあえず真似をして書いておいて、まあ、ご自身ですね、処理を追って考えてやってみるというのが一番いいと思います。はい、で、まあ一応ですね、メソッド自体はここまでなんですが、解説自体はですね、ここまでなんですが、ここの後ですね、X コードの実践編では、これプラスアルファで、まあ、この生徒のですね、まあ、氏名と、まあ、自己紹介というか、情報ですね、生徒の情報を、まあ、氏名とこの平均点を出力してくれるよという例を付け加えて、やっていきたいと思います。その際にですね、先ほど最後にご紹介した、別の関数の中でこの阿部を呼んでみるということを、実践していきます。はい、ということで、X コードをご用意いただいて、あるいはですね、Windows の方は、オンライン SWIFT プレイグラウンド、または Python の、サイトなどで SWIFT を実行できる環境をご用意ください。それでは、実践編に移っていきたいと思います。はい、それではですね、ここから、メソッドに関するですね、解説を踏まえまして、実践と復習をしていきたいと思います。はい、まずですね、メソッド、構造体にグルーピングされた関数のことでした。で、書式はですね、関数と基本的に同じで、ストラクト構造体名の後ろに、まあ、プロパティの宣言部分とイニシャライザーがあって、まあ、このイニシャライザーない場合もありますね。で、まあ、プロパティもない場合もありますが、はい、で、その後ですね、メソッドを付け加えたいときはこのようにしますね。ファンクメソッド名、括弧引数名、コロン固め、で、必要な分だけこのようにですね、引数を書いて、アローで返り値の型。で、処理を変えて、リターン、返り値というふうにします。はい、で、メソッドですね、いくつでも、名前が違ったりすれば、作ることができます。はい、それからですね、使い方になります。使い方は、この構造体をですね、インスタンス化した後で、メソッド名、インスタンスの後ろ、ドットをつなぎとして、メソッド名を書いて、引数名、コロン、値という組を書いていきます。それから、メソッドの中でですね、自身のメソッドを呼びたい場合は、セルフドットメソッド名というふうにして、使うことができます。はい、ここまでのですね、復習を踏まえまして、ここからですね、先ほどのスチューデント、構造体スチューデントの、例、プラスアルファ自己紹介、まあ、情報をですね、出力するメソッドを、書いていきたいと思います。ということで、ストラクト、スチューデント、で、バーのネーム、ストリングですね。それからバーエージイント。はい。それからバーポインツコロンイントですね。ここ配列型です。点数としては、よいしょ。国数 A という点数にしようと思っています。で、メンバーワイズイニシャライザーを使っていきますので、特に、イニシャライザーを書く必要があります。イニシャライザーを書きたい方はですね、ここにイニットと付け加えていただいて、ご自身のイニシャライザーを作っていただいても構いません。はい、で、ここからですね、平均点を計算するメソッドを書いていきます。ファンク、アベ、カッコ、フロート型ですね、小数点、
小数になるので、フロート型を返します。 sum イコール0、これイント型ですね。 for i in 0点点点にで括弧でくくって、さらにインデントが深くなります。 sum イコール sum プラスポイントの i というふうにします。これですね、処理の要になっています。で、リターンフロートサム割る3というふうにして、これでですね平均点を計算するメソッドを作ることができました。これですね、ちょっと理解するの難しいかもしれないですが、頑張って処理をご自身で追ってみてください。サムはイント型ですね。でフロートサムでサムをフロート型にして扱っているという流れになります。ただですね、このあとリターンの後にまあ書いてもしょうがないですが、このフロートサムでサムがフロート型に化けるというのではなくて、フロート括弧サムで、例えばサムが10だったとすると、フロート括弧サムというふうにすると 10.0 というふうに扱ってくれるという意味合いです。このですね、あくまでサム自体がフロート型に変換されているわけではありません。スイフトでですね、途中で型を変えるといったことは基本的にはできないので、そこを注意しておいてください。はい、でそれからですね、自己紹介、まあ、生徒の情報ですねを、プリントしてくれるメソッドを作っていきたいと思います。ファンクプリントインフォという名前にしておきましょう。で今回返り値ないので、ボイドですねを使っていきます。はい、でここでですね、もう、このファンクアベというのを使えば平均点をですね、作れますので、レッドアベ定数を作って、セルフアベという形でこのメソッドですね、アベを呼んでやります。そうすると、もうインスタンス化されている時点ではここの得点は決まっているはずですので、平均点を計算してここに、代入してくれるという処理が走ります。レッドフレーズというもので、ダブルコートでくくって、私の名前は、まあ私の名前とか氏名はどうがいいですかね、氏名はバックスラッシュネームで、この、ネームというのはこのですねメソッドの中で明らかにこいつを指しているので、セルフは省略できます。ネームですと。で、ここでバックスラッシュ N として、開業をしましょう。試験の平均点はバックスラッシュアベですというふうにすると、ここの定数アベをこの中に埋め込めるということで、最後これ忘れてはいけないですね、プリントフレーズというふうにして、このですね生徒の情報を出力してくれるというメソッドを作りました。はい、ということでここまででスチューデント構造体というのを作ってきましたので、これをインスタンス化して使っていきましょう。はい、スチューデントですね。で、カッコを打つと、予測で出てくれると思います。で、ここですね、ネーム、ご自身の名前でもいいですし、嫌いな人でも、好きな人でも、どなたでもいいので、名前を、書いてください。田中。例えばですね。はい、で、15と。ここですね。半角ですね。で、ポイントですね。ここ、配列を入れる必要があるので、ここですね。例えば、70。79から、まあ、こんな形で入れておきますね。で、これ今、スチューデント構造体インスタンスがここで終わって、ここの変数にインスタンスが代入されているので、s.何々で、このメソッドを実行することができます。これですね、今この s が短いですが、これがインスタンスですね。これです。ここになります。インスタンス.メソッド名という形で、この今で言うとプリントインフォというのを実行できます。で、これで実行してみましょう。はい、
氏名は田中です、試験の平均点は 78.0 ですというふうに言ってます、はい、ここですねちゃんと、ここの平均点計算できているかなという方はここいろいろ変えて実行してみてください。例えば全部90、90、90にしてここちゃんと90になるかとかですね、そういったことを見てもらえればいいと思います。はい、ここまで少し難しかったと思いますが、メソッドですね、構造体のいよいよメソッドまで3つ目の要素であるメソッドまで学習してきました。ここまでですね、今までの、復習ですね、プロパティイニシャライザーも含めて、確認問題をやっていきたいと思います。はい、ちょっと今回長めです。1番、構造体アルジェブラを宣言してください。アルジェブラは以下の仕様を満たします。括弧 A、 プロパティとしてフロート型の変数 AB を2つ持ちます。まあ、AB というね変数を持っています。それから引数を AB とするイニシャライザーを持ち、引数 A はプロパティ A に、引数 B はプロパティ B に代入されると。それから A と B の和を返すメソッド SUM、 A と B の差を返すメソッド DIF、 それから A と B の積を返すメソッド TIMES、 A と B の小 A 割る B ですねを返すメソッド DIV を持つという仕様の構造体を作ってください。これちょっと大変かもしれないです。はい、それから、いよいよ、ここで、インスタンス化ですねをやっていきますが、定数 AL、まあ、R を定義し、構造体アルジェブラをインスタンスを代入してください。イニシャライザーの引数 AB の値は 2.5、2.0 とします。3番目、プロパティ A をコンソールに表示してください。4番目、プロパティ B をコンソールに表示してください。5番目、メソッド SUM の実行結果をコンソールに出力してください。6番目、メソッド DIF の実行結果をコンソールに出力してください。7番目、メソッド TIMES の実行結果をコンソールに表示してください。それから8番目、最後ですね、メソッド DIF の実行結果をコンソールに表示してくださいということです。まあ、ここでやりたいことはですね、ワーサー積小という4つのですね、基本的な四則演算を、まあ、構造体で扱えたらちょっと楽かなということで扱っています。まあ、あまり、使用する機会はこういった構造体を使用する、まあ、作ったりする機会はないと思うのですが、まあ、ちょっとこれでやっていきたいと思います。ここからですね、確認問題集中された方はここで一旦動画を止めていただいて、一緒にですね、実施されたいという方はこのまま一緒にやっていきましょう。まずですね、ストラクトアルジェブラ、ね、ここはいつも通りの流れです。でプロパティ2つ AB というのを持ちますので、バー A のフロートですね、それからバー B のフロートです。でイニシャライザーですね、これ実はですね、メンバーワイズイニシャライザーと同じなんですが、あえてちょっと作ってみようということで書いてみました。でセルフ A イコール A、 ここ名前が一緒なのでセルフが必須になります。はいですね、でこうして A と B を指定しておけば、四則演算をメソッドでいつでも実行できるよという状態のものができます。はい、まず、SUM を作ってみましょう。ファンク SUM、これ今の場合引数が必要ないのでこうですね。でフロートの値を返してリターン A プラス B と、これで終わりです。はい、これ、セルフ省略しても大丈夫ですね。ファンク、サムの中ではこれ A と B と言ったらこのことしか指していないのでこれで大丈夫です。不安な方はですね、セルフをつけておいても大丈夫です。セルフ A たすセルフ B でも大丈夫です。はい、続いて、差ですね、 A-B を返しましょう。ファンク DIFフロートリターン A-B とですね、はい、このようになります。はい、それから積ですね、 times フロートでリターン A×B と、それから div ですね、ファンク div フロートダーン A 割る B というふうにして、ここまで完成です。とこれで1番括弧 A から小問 A から F までが終わったことになります。ちょっと今までにない長さですね、ですが、まあこういった
基本的にはですね、もっと皆さんが本当に開発されるようになると、もっと本当に長い、たくさんプロパティもあって、たくさんメソッドもあってというものを、作っていくことになると思いますが、今ですね、これぐらいの、これでも結構難しいと思います。はい、それではですね、ここから、2番に行きたいと思います。定数 AL ですね、を作ってくださいということなので、let AL イコールアルジェブラ、括弧、これに出てきますね。で、2.5 と 2.0 なので、ここに 2.5、2.0 と入れます。はい。で、本当はなんですが、こういったですね、割り算をするときですね、は、この B に0が入ってはいけないので、まあ、本当はここのエラーとかの処理を書く必要があるんですが、今そこまで、学習すると大変なことになってしまうので、今はですね、とりあえずそれを許して、ちょっと危ないですが、やっているという。定です、はい。本当にですね、ここいやいやそんなんじゃ嫌だという方はですね、 if 文で条件分岐して大丈夫なように書いていただければと思います。はい。で、こうですね、アルジェブラこれで作ることができましたので、プロパティですね、B をまずコンソールに出力したいと思います。プリント ALA ちゃんとなっているかなということで ALB ですね。それからプリント、今度5番ですね、メソッドサムなので AL サムですね。それからプリント AL diff、diff じゃない、diff ですね。それからプリント AL タイムズプリント AL div と。はい、これで最後の8番まで終わりました。以上ですね、このようになります。ちょっと長いですが。はい、でここまで書けた方はですね、実行してちゃんとですね、値が正しいかどうか見ていきたいと思います。はい、まずですね、プリント AL の A 2.5 を指定したので、ちゃんとですね、このようになっていると思います。 A に 2.5 を指定しますね。それからプリント ALB はこれ 2.0 です。それから 4.5 これですね、サムですね、サムなので 2.5 足す 2.0 で 4.5。それから diff 引き算ですね、 2.5 引く 2.0 なので 0.5。 次の times ですね、掛け算なのでこれ 2.5×2 ということで5になっています。それから割り算ですね、 2.5÷2.0 で 1.25 という値になっています。はい、まあですね、こういうふうにするとわざわざなんか書かなくても良くなるので、まあ楽っちゃ楽かなというところですが、なので同じですね、数字を何回も使うときはこのようにしてもいいかもしれません。はい、以上ですね、これで確認問題終わりました。はい、今回ですね、ちょっとコミット内容で難しかったと思いますが、ぜひメソッドをマスターして、ご自身のですね、プログラミングで実践をしてみてください。はい、ぜひですね、高評価、それからチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、今回は以上となります。お疲れ様でした。